早速もう色が変わってきました。呼吸に関係する実験なんですけど、まあ、これまだ途中なんですけど、呼気ですね、呼吸器、これこの工作実験に関係して、呼気ですね、呼吸、吐き出した呼気に含まれる二酸化炭素で、で前にこう並んでいるのが BTB 水溶液なんですけども、吐き出したこの CO2、 水に溶けると酸性の性質を示すってことを表す実験です。もう一つあって、これ石灰水なんですけども、まあ、これもオーソドックスな実験で、石灰水に、息を吹き込むとこう濁りが見えると、その2つを紹介したいと思います。このブロームチモールブルーですね、 BTB ですね、これはただの水道水なんですけど、 BTB を水に溶かしますね。ちょっと溶けるまで多少の時間かかりますけど、ちょっと入れるだけでね、溶き切るとかなり濃くなりました。教科書的にはですね、 BTB は塩基性では、アルカリ性では青くて、中性では緑で、酸性になると黄色というふうに、まあ、記述されるんですけど、これ水道水なんですけどもね、まあ、地域にもよるんですけども、ここら辺では、今いるところでは、まあ、やや塩基性色が出ているということですね。これを3つのプラカップに分けておきます。これでストローで息を吹くんですけど、あまり多すぎるとですね、吹きこぼれたりするので、まあ、このぐらいの量でいいと思います。体力勝負になるんですけど、ストローですね、こっち、これが元の色だとして、真ん中からいきますね。これストローで息を吹き込みます。早速もう色が変わってきました。まあ緑かなと、まあ、これが一応教科書的には、まあ、中性の色というふうにね紹介されていることが多いと思います。でもう一つ、こちらも、はい、息を吹き込むとやはり緑色になりますね。もう少し頑張ると、はい、黄色っぽくなりました、ね。まあ、酸性色というふうに紹介されること多いんですけど、まあ、呼気、吐き出す息の CO2、 二酸化炭素の影響で、二酸化炭素が酸性を示す、水に溶けると酸性を示す物質だということを、まあ、明らかにする、実験ですね。呼気ですね、呼気に含まれる二酸化炭素 CO2 が酸性であることを示す、水溶液に溶けると、あ、水に溶けると酸性を示す物質であるということを明らかにする演示実験です。でこれは受けといて、今度は同じように石灰水に息を吹き込んでみるというものです。これ石灰水ですね、まあ、事前に調整しておいたんですけど、石灰ですね、水酸カルシウム、水に溶けにくいので、事前に調整するときにこう透明になるまでですね、よく溶かして、まあ、時間かかるので、よく溶かした後、まあ、ろ過をしておくといいと思います。で時間経つとやっぱりどうしてもこう白っぽくなるので、事前に調整することが必要です。それではやはりこの片方にですね、もう少しこっちを大きくしておきますか、比較のために、比較のためにもうちょっと大きくしておきますか、はい、試験管で
やること多いんですけど、試験管だとこう吹き出しやすいので三角フラスコを使うといいと思います。これだけの作業なんですけども、少し濁ってきました。はい、石灰水に CO2 が引き込まれて、炭酸カルシウムができますね。炭酸カルシウムの沈殿が、まあ、分散している状態ですね。でこれをちょこっと別の三角フラスコに移して、さらに呼気息を吹き込んでみます。変化が現れるまでだいぶかかるんですけども、若干色が薄くなってきた感はあります。吹きつけるだけでも効果あるみたいですね。あ、こぼれなくていいや、このやり方の方が。だんだん色抜けてきましたね。ブクブクやるよりも吹きつける方がいい感じで効果あるみたいですね。はい、1分ぐらい頑張ったんですけど、また若干濁ってますけど、もうちょっと頑張ると、しっかりあの色が薄まる、あの透明になってくると思うんですけど、はい、まあ、これ何を表すかと言いますと、まあ、石灰水ですね。石灰水に、CO2 を吹き込むと、二酸化炭素を吹き込むと炭酸カルシウムの沈殿ができると。でもある一定濃度ですね、二酸化炭素の、をずっと吹き込み続けると、またこう透明になっていってしまうと、色が薄くなっていってしまうということを出しています。それからの鍾乳洞のでき方ですね。鍾乳洞、鍾乳石のでき方の説明で、石灰岩質にのところに二酸化炭素を含む雨水が染み込んで、炭酸カルシウムの、まあ、石柱ができると。ところが、時代長い、あの長い時間の経過とともにですね、二酸化炭素の濃度が上がっていくと、逆に一旦できた炭酸カルシウムが溶け始めて、無色の炭酸水素カルシウムですねになって、また溶け始めると。そしてそれが繰り返されて固まったり溶けたり繰り返して、あの鍾乳洞、鍾乳石ができるというような説明に用いられる化学反応です。